先月上旬、蟹市に住む無職で65歳の女性の携帯にサイト登録料の年会費が未納であるなどと警視庁や実在する会社を名乗る複数の男から電話がありました女性は男の指示に従いコンビニで130万円分の電子マネーを購入し騙し取られましたその後、別の日にもスマホからウイルスが発信され不特定多数の人に感染しているなどと電話があり 女性は7回にわたり、合わせて現金3900万円を宅配便で東京都内のアパートに送ったということです。警察は不審な電話があったら警察や家族にいち早く相談するよう呼びかけています。